現在午後4時です。午後4時だっていうのにこれだよ、これ、この暑さだもん。もうへたばっちゃいますよね。でも私はこの暑さに負けずに今日も魚釣りです。でもね、こう岸辺のね、森の中ではね、もうツクツク胞子が鳴いてますからね、もうじき秋ですよね。ああ、今日も岸辺にはね、こう及川でしょうか、小魚が群れてますね。あ、なんか釣れました。ハスだ、ちびっこいハスが釣れました。なんか餌持ってきました。それ合わせ、あ、チビバスだ、チビバスが釣れました。あ、まあまあの引きですけど小さいです。あ、20センチあるかないか、抜き上げできるかな。せーの、そら、よいしょ、抜き上げ。あ、20センチぐらいだね、20センチぐらいのブラックバスです。お、またなんか餌持ってきました。なんだそれ、合わせ、よっしゃ、またバスだ、またチビバスです。同じ場所で釣れました。兄弟かな、うん、ちょうど同じぐらいになってたな。せーの、そら、さっきのよりちょっと小さいか、同じぐらいか、あ、多分兄弟だな。あ、またなんか釣れました、何かが釣れました。お、結構いい引きじゃん、結構いい引きだぞ。でもなんかチビバスっぽいな。あ、またチビバスだ、またまたチビバスです。よし、かかりました、またかかりました。よし、またバスだ。よし、あ、またなんか餌持ってきました。それ合わせ、よし、釣れた。よし、あーし、またバスだ。よし、当たりました、また当たりました。お、またチビバスだ。これで本日7匹目のチビバスです。もう空は夕焼けです。19時農館です。今日はチビバスの数釣りっていう感じでしたね。それにしてもね、この水域結構バスが多いのね、本当に驚いちゃいますよね。ここ数年爆発的に増えました。今回はブラックバスが7匹とハスが1匹釣れました。今回釣れたのは20センチから25センチぐらいの小さめの食い頃サイズのブラックバスです。今回はチビバスとはいえ割とまとまった数が釣れましたので、ちくわ、かまぼこ、さつま揚げというかまぼこ3兄弟を作ってみようと思います。かまぼこ3兄弟を作るためには共通の材料であるすり身を作らなければいけません。すり身を作るためにですね、まずこのバスを3枚におろして骨と皮を取り除きます。以前にごいでかまぼこを作って結構美味しかったんですね。それでこの時この動画を見た方からいろいろご教示いただいたりですね、その後私もネットで調べたりしまして、かまぼこの作り方や歴史というのをですね、かなり勉強しました。まあ、それでかまぼこっていうのはこのちくわが源流なんですね。昔はちくわしかなかったらしいです。ちくわというのは戦国時代の武将も食べたという非常に歴史があり、また贅沢な食べ物だったんですね。で、当時のちくわというのはナマズなどを使って作られていたそうです。ブラックバスも川の魚ですからね、そういう意味ではね、かまぼこの源流に触れることができるんじゃないかとね、こんな風に考えております。まあ実際にはね、触れてもね、触れなくてもね、どっちでもいいんだけどね。まあなんてくだらないことを言っているうちに3枚おろしが完了しました。はい、これで7匹のバスすべて3枚におろして皮を引くところまで終わりました。次に血合い骨を取り除きます。はい、これで全ての血合い骨が取り去りました。これで身に全く骨のない状態になったわけです。こういう状態にするのをね、柵取りなんて言いますけどね。これで7匹分のバスの柵取りが完了したわけです。次はですね、この身をなるべく細かくそぎ切りにします。はい、このように細かく切れました。これを適当な容器に入れまして、そしてそこに水を注ぎ入れます。これで
こう軽く揉んでですね、ぬめりをよく洗い流します。水を変えながらこれを何回か行います。今回は水を変えて5回ほど洗いました。次はこれをキッチンペーパーなどに包んで水気をよく切ります。はい、よく絞れました。これでですね、この身にですね、塩を加えるわけですね。でこの塩の作用ですり身に粘りが出ると、こういうことだそうです。で塩の量はですね、非常にこう重要で、身に対して 2% 入れるのが標準だそうです。その他ですね、砂糖、みりん、卵白、これらを入れてですね、味を調整すると、こういう形で調理していきます。それで今回の身はですね、 330g ありました。ですからですね、塩はこちら、これだけの量を入れます。そしてこれが砂糖、砂糖はですね 5% ということです。これだけの量を入れます。そしてこちらみりんです。みりんも 5% ということです。そしてこちらが卵白、卵の白身ですね。これはね、何グラムって言われても困るんで、今回は卵1個分です。それでこれらを一緒くたにしてすり身にすればいいわけですね。まあ、フードプロセッサーとか持ってる方はね、フードプロセッサーを使えばいいと思いますし、どうしても手作業じゃなきゃダメだというね、職人かたぎの方は、まあ、すりこぎとすり鉢というね、こういうオーソドックスなやり方でやっていただければいいと思いますが、うちにはですね、フードプロセッサーがない代わりにこのようなですね、ジューサーミキサーがありますので、これを使うことにします。はい、これでジューサーミキサーに全部入りました。それではスイッチオンです。いやー、やっぱね、魚は果物じゃないですからね、このジューサーミキサーですり身を作るのは結構大変ですね。なかなかの重労働ですよ、このジューサーミキサーにとって。これね、すり身を押し込みながらね、少しずつね、奥に押し込みながらやらないと、もうプリプリですからね、全然このジューサーミキサーの刃に当たらないんですね、これね。あ、でもね、だいぶ身がね、均一にこうすり身状態になってきました。まあこれで良しとしますかね。ジューサーミキサー君もだいぶブータれてるしね、労働条件違反だとかね、そう言ってますから、まあ仕方がない、これで完了としましょう。それでまずちくわはね、これをね、こうなんか棒にくっつけるんだけど、今回はね、この釣り場のね、河原でこの足の茎を取ってきましたんでね、この足の茎にですね、こう切りたんぽのような形でくっつけます。はい、こんな感じでくっつきました。なんかね、もうこう白ナマコの串刺しって感じだけどね、いやベタベタでさ、作業やりづれーのなんのって、なんかね、こうシリコンコーキングみたいでね、もう手にベタベタくっついちゃってね、ここまでやるのもね、結構大変でした。まあ今回はこれで勘弁してくださいって感じです。でかまぼこはですね、この前のあの濁いの時作ったのと同じ方法でですね、ラップで包んで茶巾寿司状態にした状態で蒸します。それでさつま揚げは確か中に野菜が入ってんだよね。今回はささがき状のごぼうを用意しました。これをすり身に混ぜてから油で揚げます。はい、これでかまぼこ3兄弟の準備が整いました。こちらちくわ、これはね、直火で焼きます。こちらかまぼこ、これは蒸してから冷水で冷やします。こちらさつま揚げ、さつま揚げは適量スプーンですくって油で揚げます。はい、ちくわは焼き上がりました。何これって、そういう感じですけどね、これはね、ちくわなんですよ。原始時代のちくわはね、みんなこんなだったんです。まあそういうふうに思うしかないな。まあ目を細めればちくわに見えなくはないけど、見えないな、ちくわにはね。でも味はどうだかね、ちょっと後でね、食ってみましょうか。お、さつま揚げも美味しそうにできましたね。これも後で食ってみましょう。はい、かまぼこが蒸し上がりました。うん、なかなかね、こういい弾力してます。味はどうでしょうか、後で食べてみましょう。はい、かまぼこ3兄弟ができました。こちらがかまぼこです。これがちくわです。そしてこれがさつま揚げです。結構ね、どれもね、美味しそうにできましたよ。じゃあね、まずね、このかまぼこからいきますか。かまぼこね、これはね、こうわさび醤油つけていきます。わさび醤油ね、
うん、これね、なかなか美味しいですよ。あのね、かまぼこ、上品な味。非常に美味しいです。売ってるやつよりもなんかね、美味しいような気がする。じゃあ次はね、こうちくわいきますよ。これね、結構切ってみるとね、ちくわっぽいんだよね。これね、もうすごい大成功っていう感じなんだけど。で、これもね、わさび醤油でいきますよ。わさび醤油。うん。これもね、いけます。この、皮の感じがいいね。なんかね、売ってるちくわと食感はほとんど変わらないです。うん。非常に美味しいです。これで最後、こう、さつま揚げね。さつま揚げね、ちょっとね、こう、半分に切ってみたんだけどね。中ほら、こう、結構白くて綺麗ですよ。じゃあ、これいってみましょう。これはね、こっちの、生姜醤油でね、いきます。生姜醤油。うん。これね、ごぼうのね、この食感がいいですね。で、ごぼうの味も結構いい味が出てます。なかなかこれ美味しいですよ。いきますね、これもね。なかなかいい味が出てます。いやー、このね、かまぼこ3兄弟がね、元がブラックバスだったとは、とても思えません。すっごく美味しいです。